はい、用意スタート。パールの皆さん、こんにちは。私はシクサアパートでマーケティングと広報をしております高橋真由美で、ツイッターとかフェイスブックは全部真由美で、真由美とやってます、申します。で、ブログはタイパッドで書いています。で、ちなみにシックスアパートのムーアブタイプは今年の10月8日で10歳になりました。おめでとうございます。ありがとうございます。で、今回は企業スポンサー、一応シックスアパートヤプシのスポンサーずっとやらせていただいているんですけれども、今回個人で来ています。社長の許可も得ずにここに立っているわけですけれども私のパール歴は1年ぐらいです。先週ぐらいから始めました。で、今回コードも読めないし区域も読めないことを言うかもしれませんが、生温かく見守ってください。はい、それでは、はい、前置き長くなりましたが話します。で、先週我々は悲しい知らせを聞きました。スティーブ・ジョブズが亡くなりました。そして本日 iPhone4S が発売しました。もうすでに手に取っている方もいらっしゃるかもしれませんが、その iPhone4S にはジョブズの魂が宿っているという噂を聞きました。新型 iPhone に宿ると。で、それはどういうものかというのを簡単にご説明すると、 iPhone4S の目玉機能 Siri 改め iSteep というらしいんですけれども、非常に優秀な対話型検索機能、iPhone に話しかけるとすごく的確な答えが返ってくるらしいです。で、そこにジョブズの人格が宿っているらしいと。で、ソースはすごく信頼できる虚構新聞というところからこの情報をつかみました。で、この話を聞いて私はアイスティーブのプロトタイプをちょっとファンで書いてみたりしました。はい、こういうウェブで動く軽快な、ありがとうございます、非常に軽快なシステムなんですけれども、よいしょ。じゃあ、ブラウザに聞いてみますね。こんにちは。今後のウェブの未来はどうなっていると思いますか。はみ出ちゃった。こんなの予想外なんですけど。すべてのコンピューターからマウスとキーボードがなくなるだろうと言っていると思います。じゃあもう一回聞いてみましょうか。ウェブの未来はどうなっていると思いますか。よ。なんか変なギャグを言い出しましたね。古いし、しかも、はい、じゃあもう一回聞いてみます。ウェブの未来はどうなっていると思いますか。今対話してるんですね、私ブラウザと。2012年の早々に iPhone5 が発表されるだろうと、そんな今日発売そんなこと言われても困るかなと思います。もう一回聞いてみます。君たちの時間は限られている、だから自分以外に他の暇なんかない。なんか痛いこと言われてしまいました。じゃあ、まあ、こんな感じでアイスティーブ非常に優秀なパールなんですけれども、最近流行りのソーシャル機能をちょっと今実装してみようと思います。はい、すいません。よいしょ。ここ、ここに用意してあってコピペテキストに書いてあるものをこうやって貼るんですね。よいしょ。で、ツイッターにつぶやく機能が実装されました。つぶやく方法はコントロール C でコピーして、つぶやいてここに入力する、コントロール V でこう簡単にたった1行でソーシャル連携機能も実装しています。で、このコードはたったの1ファイルで10行しか書いてないです。非常にシンプルで軽快なシステムです。で、このコードは一応 GitHub に2時間前についに GitHub 人の助けを借りてコミットすることができました。え、間違えちゃった、すいません。でもちょっとこのコード恥ずかしいので、ヤプシが終わったら削除する予定なのでチェックしてみてください。どうもありがとうございました。